皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。主は裁きを下されるお方です。それはご自身の民を滅ぼすためではなく、悔い改めさせるためです。親が子供を叱るのに、子供をダメにするためではなく、子供を成長させるために叱るのと同じではないでしょうか。今日は10月7日、聖書箇所はエゼキエル書16章53節から63節。タイトルは終わらない回復の恵み、常しえの契約。裁きの主は恵みの主です。今日も御言葉から学んでまいりましょう。エゼキエル書16章53節から63節。私は彼女たちの繁栄を元通りにする。ソドムとその娘たちの繁栄、サマリアとその娘たちの繁栄、また彼女たちの中にいるあなたの繁栄を元通りにする。それはあなたがあなた自身の恥を負い、あなたが彼女たちを慰めた時にしたすべてのことによって、あなたが恥じるためである。あなたの姉妹たち、ソドムとその娘たちは元のところに帰り、サマリアとその娘たちも元のところに帰り、あなたとあなたの娘たちも元のところに帰ってくる。あなたは高ぶっていた時には、あなたの妹ソドムを悪い噂の種にしていたではないか。しかしそれはあなたの悪が暴かれる前のことであって、今はアラムの娘たちやその周りのすべてのもの、およびあなたを周りから侮るペリシテ人の娘たちのそしりとなっている。あなたは自分のみだらな行いと忌み嫌うべき技の報いを受けている。主の御告げ、まことに神である主はこう仰せられる。私はあなたがした通りのことをあなたに返す。あなたは誓いを蔑んで契約を破った。だが私はあなたの若かった時にあなたと結んだ私の契約を覚え、あなたと常しえの契約を立てる。私があなたの姉と妹とを選び取り、あなたとの契約には含まれていないが、私が彼女たちをあなたの娘としてあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出し恥じることになろう。私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知ろう。それは私があなたの行ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたがこれを思い出して恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためである。神である主の御告げ。日本には恥の文化というのがあるとよく言われます。それは日本独特な文化だと言われるのですけれども、この16章を初めから読んでいると、神がイスラエルの民を取り扱われるときに彼らに恥を見させるということが繰り返されていますし、その恥がイスラエルにとって悔い改めと許し、さらに回復のステップにとってとても大切な要素を持っているということが分かってきます。中学校などに行ってみると、何か悪いことをした生徒をみんなの前に立たせて謝らせるとか、みんなの前で罰を与える、
そんなことが昔はよく行われていました。そのような行為は今ではもう体罰などと言われて決してやってはいけないことになっています。しかしそれはまさに恥をかかせることで許し、次はもうこんな恥をかくようなことはしないようにと促しているわけです。罪が許されて回復が与えられるステップとして恥ということが意味のあることなのだと考えさせられます。人前で恥をかかせてしまうことは傷つけることになるからしてはいけないことと考えられると、イスラエルの神様のやり方は今やいじめか虐待かと取られてしまう行動かもしれません。しかしこのステップを通して元通りにすると回復の約束を与えてくださっているのです。まず53節、イスラエルの周辺にいたヘテ人、エモリ人、サマリア、ソドムとイスラエルを誘惑し偶像礼拝へと導いた国々に回復が与えられます。そして54節、この回復によってイスラエルが恥を見ると言われました。それは一方が回復することで他方がどれだけ醜く恥ずかしいことをしているだろうかということが強調されるからではないでしょうか。イスラエル周辺の国々が回復していくのに、神の選びの民であるイスラエルは回復できていない、醜い姿をさらけ出してしまっているのです。しかしそれが主の報いであるとも58節で告げられています。まさに選ばれた民としては何とも不甲斐ない気持ちでいっぱいでしょう。恥じ入るようなことであると言えるのではないでしょうか。このような恥をかかされた後、いやかかされたのではなく本当は自業自得、罪の報いですが、それでも主はイスラエルとの契約は今もなお継続中で忘れることがないとおっしゃってくださっているのです。それは二つの目的があります。一つは62節、私があなたとの契約を新たにするとき、あなたは私が主であることを知ろう。主が主であることを知るため。目的のもう一つは63節、私があなたの言ったすべてのことについてあなたを許すとき、あなたがこれを思い出して恥を見、自分の恥のためにもう口出ししないためです。ここで大事なことは、60節以降その主体となっておられるのが神様ご自身であるということです。60節では主が契約を立てます。61節では諸国に許しを与え、受け入れ、選んで派遣します。62節では主が契約を新たにし、主が主であることを知らしめます。63節で主が許されます。主はもう罪人であった私たちに口出しをさせないのです。主は罪深いこの私をよくご存知で、まずはご自身の方から回復の道、救いの経験を与えてくださるのです。主が主体的に動いてくださらなければ回復の道はありませんでした。私たちの側に回復のための主体はないのです。だから回復は、許しは私たちにとっては一方的な恵みです。私たち罪人にとっては義なる神様の前では裁きで終わってしまう人生、恥をかいて終わってしまうような、そんな虚しい人生でした。しかしここに
創造主なる神様の恵み、許し、回復があるからこそ、私たちの人生は滅びで終わらない、裁きを受けて終わらないのではないでしょうか。今日もそのような主の恵みの中で生かされているということを覚えて歩んでまいりましょう。神様の怒りはイスラエルの罪の前に頂点に達していました。本当に焼き尽くすような裁きを宣言されました。しかしそこで打たれて滅ぼし尽くされるのではなく、この裁きの約束は許しを与えるための裁きでもあったのです。許されるためには裁かれることも必要なのです。そして裁かれることがあるからこそ、許しは恵みでもあると気づかされるのです。今日もその恵みの中に生かされていることを覚えてお祈りをいたしましょう。義なる神様、あなたの義は私の罪を見過ごすことはありません。私の罪を裁かずに放っておくことなどできないでしょう。ですから、義なる主よ、御前に悔い改めます。お許しください。御子イエス様の十字架が、この私の許しの約束であることを心から感謝します。あなたの側でこのように動いてくださらなければ、どうして許されるようなものであったでしょうか。ありがとうございます。どうかこんなあなたの恵みを覚えて今日も歩めますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。